さあこんにちは。こんにちは。今ですねメインチャンネルの方撮影しまして、前回の動画で、ね、もうアップされてるんですけど、それの続きでおとんがなんか気になるボードがありますって聞いたんですけど、そうちょっと見てよこれ。こんなん見たことある？これマジ見たことない。しかもねこれちょっとすいません、あれいないぞ。6本あるけど、はい、これどう乗りにくさに見せかける技かスタイルなのか、はい、俺これも乗れるぞって自慢するのか、本当は機能的なのかどっちなんですか。一番最後の機能的、本当は機能的っていうところを目指してるんで。へえ、でも抵抗ありそうですよねと思うし、はい、これは奥田計算シェイプですかね。もちろんです。これ長さはいくつですか。5-11と2分の1になってます。これおもろすぎやん。リッターはリッターだいたい37ぐらいです。あ、じゃあ僕でも乗れるの。そうですね。でもこれは奥田健二さんのボードですよね。そうです、もちろん僕のパーソナルです。でもこれ音は乗りたいんじゃん。いや乗ってみたい。レンタルは無理ですか。いや OK です、やってますよ。え、いくらですか。3時間で保険料込みで6,500円。保険料ってどういう意味なんですか。あの破損しちゃった時に、はい、あのリペアの代金5500円まではその保険料込みで6500円です。じゃあもうどんだけ破損してもいいか、リューグの絵ガンガン攻めてもいいってことではないですか。まあではないですけど、まあ、一応そこを壊した時もあるんで。なるほど。その保険料がそこまで5500円までは面倒見ます。それ込みで6500円。でもこれ音も今借りる流れですけど、これ音も乗れる。いやだからこれいきなり作るの嫌じゃん。これオーダーちょっと難しい。いやそれは俺はさすがに根性ないから乗ってみたいなと思って、うん、でもあなた YouTube にもこれ俺が乗ったらネタになるから嬉しい感じじゃん、はい、だからちょっとレンタル3時間でね。これちょっと営業なんですけど、はい、1週間以内だったらボード代からフリーにさせてもらう。え、どういうこと。これ借りて、今日は借りていただいて1週間以内にオーダーしていただいた場合はその金額をサーフボードのオーダー金額から引かせていただいてます。6500円ぐらいです。そういうことです。あ、ボードから引くんだ。そういうことです。新しいっす。あ、じゃあ僕さ、いけるんだ。もうそういう新システムちょっと採用させて。ちょっと順番反対だけど、はい、融通聞きます。もちろんです。で、まだ作ってないから、例えばこれ乗って、はい、調子よかったらこっち作ってって、だから今日中に言えば変更できる。まあまあそうです、ね。まあじゃあ、テレクレしたら大変だけど、今日中なら。はい、じゃあもうどうもこれ借りていきましょう。いや、ちょっと借りてみますよ。ぜひ。ぜひ。それやっぱサーフボード専門店なんで。わかりました。多くの人に、ね、試してもらいたいじゃないですか。で例えば乗ってこの長さよりやっぱりもうちょい長い方がいい、もうちょっとワイドがいいっていうのを 言えます。そういうことです。感じたりする。で6部だとやっぱりちょっと難しいと思うんで、はい、るし、はい、じゃあそんな感じで借りていきます。はい。これ借りたんだけど、とりあえず嵐ちょっと乗ってほしいんだよね。え、いいんすか。いや、いいよ。その代わり半分金払ってよ。6000円の半分、3500円で、俺がオーダーして帰ってきたらそのお金は返さんけど。せこいっすよ、せこいっすよ。3000円僕儲かる。せこい。はずい、はずくないんすか。いや、俺はずいとかないんだ。じゃあ、ってことは僕はちょっと午後ね、ドライバーで練習しようと思っとったんですけど、ちょっとだけでいいや。まあちょっとだけ乗らせてくださいよ。はい、ちょっとでいい。あの、試合も近いしさ、はい、ちょっとだけ見たい。どんな感じの動きをするか。でもこれは気になりますよ。いや面白いよ。本当だやろこれ。すごい。じゃあ海の方向かいますか。はい、行きましょう。さあというわけでですね、いつもの入ってるポイントに移動してきて、ちょっとこちらのね、もうとんでもない6本引いたやつを今から乗っていくんですけど、こちらね、もうやばくない。やばい。ちょっとだけさ、俺もう無理言って、はい、乗ってほしいからちょっとだけお願いします。そう、無理やり乗らされるんですけど、でちょっとこれ1ラウンドちょうど1時間ぐらい乗ってから、2ラウンド目にこちらのねドライバー 3.0 も、しっかりね乗って練習していきたいなと思います。はい、もう試合もね、もうエントリースタートしたので宮崎で、はい、3月2日から WSL やるので、はい、もう応援してほしいですね。その準備も行きましょう。楽しみです。あんまり遊んどる場合じゃないけど、この6本品がどう動くかで僕は知りたいということで、はい、ちょっと僕のわがままを聞いてください。そうですね、お願いします。ちょっとね、もうどうなるかわからんけど、本当にねこのデザイン性だけを考えて作ったんじゃなくて機能性重視で作ったみたいなんで、本当ねもうこの番通りボンズは超える6本品で、で横にも動けて縦にも動けるドライブマシンで、もうシェイパーの奥田健さんが言っとったんやけど、横にも縦にも行けて縦にも動かせるフィッシュじゃなくてフィッシュか、
そうだね、フィッシュって言ってましたよね。そう言ってた。なのでもうすごい僕ね今期待すごいしてて、で波の方もですね、肩ぐらいあるんで、こうイメージ的には正直1ラウンド目に縦の動きはちょっとミスったらテンション下がるから、まずはこう横にガー行って、でめっちゃ大きいランドハウスカットバックちょっと目標に1回やりたいんですよね。まあだけどこのサーフボードのレール見てめっちゃ太いんですよ。本当だ、ここまあだからこれはね、どっちかっていうとオルタナ系の方だからね、まあ、これのパフォーマンスもあるらしいね。まあ、ちょっとオルタナ系の練習はあんましたことないんで、まあ、これでしっかりレールターンの練習 C の 3.0 でこうドライブを効かすターンをやっていけたらいいかなと思いますね。いや変わっとるからなんかおもろそうですけど、すごいよ、はい、やっていきたいなと思います。まあ乗り方わからんかったら僕今日ねスクール受けたから教えますよ。まあ手挙げた方がいいですね、カーブで聞いてますよ。1回受けただけでそんな自信つくなら僕も受けようかな。いや俺も明日からちょっと休めで、あの先生1万4000円だったから俺90分で1万2000円で受けようかな。ちょっと言うとるか分からんすね。なんか俺ただ系に結構さ目覚めてきてるじゃないですか。はい、明日ぐらいからもうファッション変わってくるんじゃないですか、ヴィンテージ系の。そうね、ハーレー買ってちょっとカリフォルニアチックで、あれですか、インパラとか買うんですか。そう、タイラーウォーレンみたいにかぶれちゃって、で家に車庫とか作って、多分ね、タイラーウォーレンの名前出したじゃないですか。はい、多分外人のタイラーウォーレンを混ぜて外人の写真3枚並べても多分どれがタイラーウォーレンか分からんと思う。並べんでも分かんない、タイラーウォーレンでも分からん、ちょっと入れ墨入って背高い人だ、違うか好みというか、そう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 、自己満ですか。まあ大事ですね。はい、まあ、ちょっと今から着替えてねやっていくんですけど、はい、楽しみです。ちょっと僕その板持って歩くとこ一人で撮影して楽しみますから、もういいですか、さようなら。いいです。ちょっと僕は頼んで無理言って、シックスフィンっていうんですか、ツイン乗ってもらいました。どんな感じで乗れるのかなと思って、まあちょっとこれ YouTube ならではで、もうちょっとわけのわからんボード、プロサーバーが乗ったらどうなのかっていうことで乗ってもらおうと思いまして乗ってもらいます。ちょっとね自分はしっかりね市場で乗ろうと思いますから、ちょっと1本目をねどういう感じでどういうパドルの入り方で乗るかね、このまんまノーカットでちょっと撮ってみようかなと思います。オルタナ系ですからどういう感じで向きを変えるのかとか、どういう感じでスピードをつけて、ね、波に向かっていくのかとかを思いながらちょっと見てみようかなっていう感じですね。今日僕は72のねフィッシュシモンズレッスン受けて、昨日の YouTube に出てると思うんですけど、見てない方はぜひ見てほしいんですけど、スタンスの位置とかパドルの漕ぐ場所、あと脇腹の下でね板を押さえてフルパドルすることを考えたら板のブレがちょっと収まったんですけど、まだまだこれからなんですけど、いつもよりね数は乗れて楽しかったですね。まあそれでちょっと目覚めてしまってね、もうちょっとしっかり練習しようかなと思ってます。しかしメンツルでねどうでしょうね、寝具合をどんな感じかっていう風で、これはね僕はシックスインがどういう動きをするのか楽しみだなと思いまして、まあ試合に使えるような板じゃないんですけど、どんな感じで乗るのかなとすごく興味がありますね。まあ今日教えてもらったねパドルのあと手首の固定、それからリラックスして漕いで肩をあんまり動かさない、そんなに大きく漕がない、肩を使いすぎるから板がブレるっていうのもあって、あと腹筋からこの胸のあばらの下で板を押さえる感じで胸を上げて漕ぐとブレない感じ、まだまだブレるんですけどちょっとは良くなったかなと思いましたね。それと一番思ったのはやっぱりテールを踏んでコントロールしようとしすぎてスピードが落ちてたのでこけたりしてましたね。スピードが乗ってればこけない、ふらつかない。あ、行きますね。もうあそこから立ちます。めっちゃ速いですね。おお。
うわ、リップしてますよ、ついに。わ、決めた、一発目から。え、すごいな、一本目から決めました。うわ、これはすごいわ。なんか楽しそうな板ですね。パフォーマンスできるツインなんですね。昨日の YouTube で僕が乗ってね、あの先生のね、あのレッスンしてもらった奥田家、あのシェーパーなんですけどの YouTube もあって、そちらで僕ら3人がね、ちょっとお店にお邪魔していろんな話、サーフィンの話をしたっていう YouTube が向こうでアップされてるので、ぜひ見てほしいなと思います。なんかいろんなね、シェーパー目線だったり、嵐のプロサーファー目線、僕のビジターサーファーっていうか、普通の一般サーファー代表みたいな感じで僕がいろいろ話をしたんですけど、とても面白い内容になってますね。マニアックな内容から僕みたいに初心者の内容、あとプロ目線の内容、すごくね、楽しいなと。話してて楽しかったですね。聞いてますね。このこっからのパドルで一気にこっから持ってくる。はい、立ちましたね。ちょっと早い感じですけど、フローターで抜けて、わあ、でもいい感じ、かっこいいですね。はい、行きました。ああ、いい波。ああっと、もったいない、引っかかっちゃった。ちょっと軽くなったのかな。はい、行きました。ちょっと速そう。あ、ここ抜けて、これ抜けれるのかな。あ、抜けた。あ、いいんじゃないでしょうか。2ターンして、おーっと、しっかり決めましたね。いけるかな。あーっと、行きましたね、ライト方面。おっと、いい感じのフローターから抜けて。はい、というわけでですね、数本乗ってきました。いや、結構ね、本当に波数が少なくて、マジ乗りたい乗りたいと思いながらずっと波探してたんですけど、まあ、ポジションとかね、考えながらやっとって、いや、気づいたらめっちゃ沖に寄ったりしとったんですけど、で、ね、肝心なボードのレビューなんですけど、横へのスピードえぐいっすね。いや、すごい。なのにさ、でも結構縦の動きしようとしとったよね。そう、こう思いっきり横に走って、横に走りながら、で、すぐに下行くんじゃなくて、横に走りながら斜めに落ちていく、ボトムターン、こういう風に走って走って、すぐこうやって行ったら、普通のサーフボード、こういうパフォーマンス系みたいに癖でこうやってシュッと行ったら、なんていうの、大きい車でもう角をプッと曲がるみたいに曲がれんじゃないですか。じゃあ、そうだよ。このハイエストラックで思いっきりカー行く感じでさ、で、思いっきりぶち倒れるやん。そう、だからそこを綺麗にレールを使ってスワーって斜めに行きながらボトム入って、そこから思いっきり行って、そうすると縦にターンができるんですけど、まあ、ちょっとね、やりたかったのはもう走って思いっきりランナーハウスをやりたかったんですけど、ちょっとね、暗くなりそうなんで。そう、時間がないんですよ。はい、こちら 3.0 の方で、はい、ちゃんと試合の練習しないとね。はい、試合の練習ね、やっていくんですけど、いや、こちらのね、サンホーフィン、かなりおもろかったです。いや、どう、抵抗は。意外にいける。あんだけ縦に動くってことは、そんなに引っかかんないってこと？引っかかるとかじゃなかった。あ、そう。マジ？確かに、初めてっていうか、1本目になった時に、とりあえず思ったのが、意味わからんぐらいスピードがつくんですよ。あ、なるほど。さあみたいな。ただの、なんていうの、普通、こういうさ、トライフィンみたいなやつって、この3本フィンがあるんですけど、これ6本フィンがあって、さらにはこの真ん中にフィンがないじゃないですか。うん、ないね。だから邪魔するフィンがないんですよ。あ、そういうことね。で、しかも、邪魔するフィンがないゆえに、サイドについてるんで、両方、しっかりロックしながら走るんですよ。なるほど。だから、こう、揺れたり、滑ったりしなくて、滑る要素もなく前に走るんで、いや、おもろかったです。下手したらチューブとかにいいかもしれない。いや、いいし、なんかクラマスのたるい日とかめっちゃ良さそう。あ、それはいいかもしれない。はい、まあ、これ取る波は難しそうですけど、まあ、ちょっとね、はい、こちらのサーフボード一旦乗り終えて 3.0 の方で今から、はい、乗っていきたいなと思います。まだ、あ、波の方もね、乗ればいい波やから。いや、そうですよ。ちょっとね、マジにアウトに行すぎ。手前側でキッズボーイズバンバン乗ってますからね、あんまりアウト行かん方がいい感じですね。多分このサイボード乗ってからこっち乗るともう切れがいい感じになると思うんで、レールワークの練習できたと思ってこちらのサイボードで、ね、あ、それは言えるね。あの、レールの練習してそっち行ったらもうスパンスパンに行けるから、はい、いいんじゃないですか。いい練習できると思います。では行ってきます。はい、
はい、今アウトン出てこれドライバー 3.0 に乗り換えたんですけど、ちょっとどんな感じで波に取りに行くか、あの同じようにさっきのね、あの6フィンと同じ感じで比較してもらうといいなと思ってね、ノーカットで撮ってみたいと思います。ドライバー 3.0 ですから、波の取り方とかね、回り込み方とか、まあ、ボードの重さも全然違うので、やっぱクイックには動かせると思うんですけど、どんな感じでねボードを動かすか注目してもらうとね、でレールワークがしっかりしたレールワークができるので、ツインとかフィッシュ乗ればで、それからいきなりこれを乗っちゃうとめっちゃ軽く感じて、で僕も全然レベルは違うんですけど、ああいうフィッシュシモンズとか乗った後にグライドラとか乗るとすんごい軽く感じるんですよね。だからそういう面でもなんかいろんなボードを乗るとスキルアップにつながるのかなと最近思います。だから特にね、7から5、6乗ったり7乗ったり、いろんなのでロングなんかもね挑戦したいなと今思ってるんですけど、もう短いのにもねまだまだ諦めず挑戦したいし、ただねやっぱりたるい波で引っかかりにくいのはね長い方が数乗れるので面白いんですけど、パドルもねもうちょっとしっかりして揺れなくなったらもっと短いのも数乗れると思うので、自分次第っていうことで、まだまだこれから成長するという意味で頑張っていきたいなと、諦めずにね、諦めて長いの行っちゃうと短いの行けなくなっちゃうので、やっぱり定期的に短いのも乗ったり交互にやってみたいなと思いますね。もう最近はねたくさん乗りたいから68とかね62、あとスーパーブランドのツインピンとかちょっと浮力のあるの多く乗っちゃうんですけど、まだまだ59、56をねツインとかあとクワッドとかね挑戦諦めないですよ。あれですね、あの長谷川颯太プロのお父さんロングでね、あの人も僕と一緒で一時サーフィンやめてたよ、まあ僕ほどじゃないんですけど、サーフィンの回数減ってたんですけど、まあでも1ヶ月に1回2ヶ月に1回はやってたと思う。今はもう休みの日3ラウンドぐらいしてますからね、なんか第2の人生めっちゃ楽しんでるっていう感じですね。羨ましいなと。だから僕も負けずにねサーフィン頑張りたいなと思ってますね。まあ趣味はね本当サーフィンも面白いし、服を見に行く勉強会表参道行くのも楽しいし、車屋さん行くのも楽しいし、今はねちょっと22インチのマットテレンとかオールテレン2頭とかかっこいいねタイヤをディフェンダーにつけようかなとかね、そういうのをいろいろね調べて、そういう調べてるだけでもね楽しいんですけど、まあやっぱり好きなことやってるのは楽しいですね。もう勉強っていうより、勉強っていうのはいやいややるのが勉強なのかなって子供の頃思って勉強してましたけど、今は好きなことをね覚えたいから進んで本読んだりインターネットでググったりずっとやってますよ。昨日も車のねシミュレーションずっとやったり、タイヤ入れ替えたらどんな感じかとか、あと日本にあんまりねないからないもんね、海外でググってどんな見た目なのかとか、あとサーフボードももういろんなのちょっと勉強して、まあ58歳ですけどまだまだね楽しんでますね。もう猫もね大好きなので、まあ夜は猫と一緒にね遊んで、昼も遊びますけど一緒に寝たり、わざとね朝ひっついてくるように餌少なめにして朝お腹空くから一生懸命来るとかね、意地の悪いことしてね猫が寄ってくるようにしたりね、ちょっと1階をわざと寒くして自分の寝とるところのベッドに猫が来るようにね、2階をあったかくしたりね、いろんなことしてね楽しんでますけど、ちょっと1本目乗らないですねこれ、ちょっと波数がね少ないんですよね。来ればいい波来るんですよね、メンツールでしっかりしたフェースがある波が。ここでちょっと筋は入ってきてるので、
やっぱりどうなんだろう、ああいうツインみたいなフィッシュみたいな感じの板は少し前めにテイクオフしてスタンス狭めな感じでね、あんまり膝曲げずに乗るんで乗る感じでね、あの上手い人は乗ってんですけど、ショートボードはまたねしっかりしたスタンスして、膝もしっかり使う、お尻落とす感じで低い体勢でパンチ効かせて乗るんですけど、やっぱりね、ちょっと違うようでやっぱり基本は一緒、上手い人はどっち乗っても上手いですからね。まあ乗り方違うって言うんですけど、それはゴルフでも一緒、僕ゴルフはもう本気で選手みたいにやってましたけど、あのピッチングウェイツとドライバー打ち分けるようなこと言いますけど、やっぱり基本は振り方一緒ですもんね。アプローチも一緒で、力抜いて振る感じも本当は一緒で、ストロークも一緒なんですけど、クラブが短い分ね軌道が変わるっていうことでそこは違うんですけど、それと一緒のような気がしますね。ロングもショートもミッドレングスもツインもオルタナ系だったり、まあもちろんね基本違うとこは違うと思うんですけど、基本的なことは一緒で、やっぱりロングボード上手い人ショート乗っても上手いしね、でショートボードは上手い人ロング乗っても上手いんですよね。浜瀬海選手なんか世界でね買ってるし、もう女子でもそうなんですけど、この間ね QS 優勝した紫スポーツのライダーでもね、ショートボードもプロサーファーですからね。あ、行きます。田岡夏実選手ねすごいですよ、 QS 優勝して、そういえば松田篠選手も優勝しましたね。あ、行きます。あ、早い感じでどう抜けるか、あっと行きました。あ、良かったんじゃないですか。はい、行きますよ。こっからパドルから取ります。しっかり漕いで、このトップで立つとこをね僕真似したり下行っちゃうんですよね。あ、ここで、あ、抜けれなかった。はい、行きます。ちょっと小さめの波ですけど、ワンターンして2ターン目、あ、ちょっと前に出られなかったな。と行けるのか、立ちましたね、あのたるいとこから。ヒット、あ、もう暗いですね。はい、というわけでですね、本日1日で練習を終えたんですけど、まあ、今回はですね、奥田圭司さんのサーフボードでお父がレンタルしたやつをちょっとそのままね、僕が借りさせてもらったんですけど、いや、重かったですね。ちょっと2ラウンド目のね、このドライバー 3.0 に変えてからね、本当に波数減って、でも気づいたらね、もう真っ暗になっておる状態になってしまいまして、ちょっとね、本数乗れず終了してしまいました。でもやっぱりああいうちょっとさ、レールの太いやつから急にこれ乗るとめっちゃ軽く感じるでしょ。逆に軽すぎましたね。ああ、なるほど。なんかもう普段の5.7ハーフなんですけど、もう5.2に乗ってる気がしました。やっぱりね、だから動きすぎる感じで軽々だから、なんか面白いなと思って。いや、おもろかったですね。今日の乗り比べというか乗り換え、はい、かなり楽しめました。だから普段一般サーファーもね、僕思うんだけど、そういうことやるとすんごい軽く感じるからいいなと思う。そう、だから本当にね、普段というかね、この6ウィンから乗り換えた時に、テイクオフした瞬間にもうフルローテーションできる気がするぐらい軽く感じましたねいや本当そう思った。僕もちょっとね、ゲッティング中の時とかにちょっと話入れたんだけど、ああいう7ぐらいでごついの乗って、自分の板の、ロストの板とか乗ると、いや、なんだこれ、扱えるじゃんって、なんかちょっと自分が上手くなった気分するから、なんかいいなと思う、いろんな板が乗るってことはね。そうですね、楽しめますね。まあちょっとね、今回はね、いや、おもろかったというか、逆にいい経験、いい勉強できましたね。ね、だからたまにやったらいいんじゃないかなと思いますね、大きめの板も。たまにのたまに、はい、こういう遊び方というか、ね、楽しみ方もあるので、ぜひ皆さんもね、こういう楽しみ方、遊び方、サーフィン楽しめるようにやってみてください。いや、というわけで本日もご視聴ありがとうございました。ちょっとでもやるのかなと思ったら、チャンネル登録とインスタグラムよろしくお願いします。はい。